にちは、こんばんは。キムチューブの時間を改めて、今日はですね、なんと浅田さん、浅田裕さんの、ガレージにお邪魔します。大好きだということで、はい、一度ね、もう昔から話をしてみたいなと思ってましたんで、そういうことで、ね、第2部オートバイの話行ってみたいと思いますけども、森山さん、さっきね、モーガンブーンって言ったんだけど、ビビりましたね。モーガン身近に初めてエンジンを聞きましたからね。ちょっとワイクードもいきなりモーガン、いきなりモーガン、今ちょっと背筋がズーンってしました。モーガンなんてこれいくら万円ですか、はあ、めっちゃ欲しい。うわー、しびれる。内装がやばい、ボンネット長い。そしてここにすごい素敵なベネリの 50cc、 ベネリ、うん、イタリアのベネリです。50年代ですか、これ60年代かな、うん、こうだから部品を全部うちから集めて組みました。乗るだけじゃなくて作るのが好きなんですか。そうですね、作るの好きですね。こと同じようなモデルをどっかで写真で見て、うんうん、あ、これを作りたいなと思って、フレームからタンクから何か全部別々に1個ずつ集めてきて、そう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 、で、まあちょっとあの何フロントブレーキだけはすごくプアなブレーキだから、こういうツインリーディングのちょっといいブレーキをつけて。でもあれですね、その仕事と趣味がリンクしてるっていうか、うん、予備屋さんをやっているから、うん、いろんな部品とかの調達のあれもあるんですか。そうか、あのね、その呼び合ってる頃にね、ちょうど僕の友達の人がバイク好きでアメリカとか行くじゃないですか、イギリスとか。そうすると、どこどこにさ、バイク屋さんあってさ、そこにこういう部品があるから買ってきてよっていうのをよく言われてたの、俺。で、一日二日、あの、例えばロサンゼルスに行くとどこ行ってさ、こう行くと、こういうトライアンフのヘッドライトもあるから買ってきてよとか言われて、あの、そういうのやってたんだけど、ただその頃はね、あんまりバイクに興味がなくて、僕、うん、車、あの、乗り物は本当に好きだったんですよ、小さい頃、うん、何でも、うん、あの、走るもので、ただバイクはね、中学校の頃にね、僕のクラスのやつでバイク屋の息子がいて、あの、カブをさ、あの、乗ってきてたわけ。ただ、そんなの乗ってきちゃいけないの、学校だから、うん、でどっかで、あの、学校じゃないところに止めて、うん、あの、みんなで放課後乗ってたりとかしたんですけども、ある時に僕乗ってて、あの頃都電、東京って都電があったんですよ、はい、で雨が降ってきて、うん、で都電の僕レールにタイヤが滑って突っ転んで違うこの時、それが結構トラウマで、バイクはやっぱりそれからずっとほとんど車はずっと好きで、あの車の雑誌、あのカーグラフィックとか全部撮ってたんだけども、バイクはほとんどやってなくて、ただその外国行くようになって、その友達のバイク好きにはこれから買っていくっていう、バイク屋に行くようになって、それからだね、
それがいつ頃です80年代かな。あ、じゃあ、あれですね、ちょっと出会う寸前でもないけど出会う5、6年前かもしれないですね。そうですね、結構ね、僕そういうのをのめり込むと資料を揃えたりとか、そういうのは好きなんです。わかります。まずはパーツリストからみたいな。まずはパーツリスト。うん、そうですね、バイク買ったらもう本当整備書をまず買わないと気が済まないんで。そうそうそう、そうなんですよ。あ、わかります、わかります。うちはでも自分のバイク全部知りたいんですよね、そうそうそう、バラす前に。いやー、でも本当僕もっとは前にちゃんと知り合って世代が近かったらすっげえあれ買ってきてこれ買ってきてってお願いしてほしい。ああ、そうかもね。でも今はハーレーはだってもうどこでも買えるでしょ。今はもういくらどうにでもなるんですけど、最初の頃はやっぱ個人輸入やってたんですよ。ああ、そうするとなんかやっぱ違うのを1個ぐらい入れてくるんですよ、ね、なるほどね、はい、でそれ交渉してもどうにもならなくて泣き寝入りするしかなくて、ちくしょう、もっとちゃんと英語が喋れるわあと思ってましたね。だから僕は本当にそのくらいまではあんまりバイクには興味がなかったんですけども、でまあ友達になると今度あの頃サイクルワールドかなんか雑誌の取材の、僕だからそういう友達に頼むといろんなお店行ったりとかしてたから、はい、アメリカの大体バイクの事情をよく知ってたから、一緒に今度買い出しに一緒に行ってよとかそういうこともやってましたね。これはね、その頃に見たね、アスコットっていうあのダートトラックの、ね、うん、レース場があるんですよ、ロサンゼルス。そこに行った時に買ったんだけども。あ、実際現地で買った。そう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 、そうですか。あのそれまで僕ダートトラックって知らなくて、まあ日本だとあのオートレースはあるんだけども、はい、ダートトラックはなくて、ね、ちょうどその頃なんかやたらとさ、アメリカのフレディ・スペンサーだとかね、うんうんうん、ケニー・ロバーツだとか、はい、みんなあいつらがもうグランプリで勝ち出したわけよ。そうね、ダートトラック出身の。そうそう、したら聞いたらみんな小さい頃からダートトラックにさ、ダートトラックって言ったってフロントブレーキがないわけじゃん。でこうケツでさ、こうやってグッとやってさ、それはね、ロードレースなんか乗ったって怖くないよ、うん、ちょっとぐらい滑ったって普通ですもんね。もうそれを絶対見たいと思って、うん、アスコットに行ってみた。わあ、それはちょうどだからサイクルワールドって日本の雑誌の取材だったから、あのパドックに入ってみんなやってる見て、あ、こういう世界があるんだっていう。それまでね、朝間レースとかそういうのが、うんうん、僕の小さい頃あったけども、でもいわゆるそういうところから育ってきた子供たちが、うん、まあ、それまでだってアメリカのレーサーって世界グランプリには勝てなかったんだからね、うん、あんまりいなかったですね。ほとんどいない、イギリス人か、まあ、ヨーロッパの人、うん、それがね、突然勝ち出したのは何かなと思って見に行ったのがすごかった。なんかダートラはハーレーが強かったですね。そう、ハーレー強かったですね、うん、そのうちホンダも作ったけどね、うん、似たような作ってたんですね。そうそうそう、うん、めちゃくちゃね、趣味が合いますじゃあちょっと実際オートバイをね、はい、見させていただきたいんですけど、ずっと回らせてもらっていいですか。はい、ちっちゃい区に見えますけど、何気に4キトですよね。レンの4キト250なんですけども、いわゆるこれでもう 250cc あるんですか。もうホンダのコピーですよね、これ完全に。え、ホンダをコピーしたってことですか。ホンダのコピーしたの、ベネリーがね。これもまあ、いろんなちょっとフレームにこう補強を入れたりとかしてるんですけども、なんかあのフィンとか手作り感満載ですね。そうですね、これまだ仕上げないといけない。すごい、この液体がね、ちっちゃく細くてめちゃくちゃ可愛いです。しかもなんかキャブレターがね、メカニカルで、すごいかっこいい。ほんと手作りって感じですね、これね。そうですね、これでサーキット走ったりしたことありますか。ない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 、これまだできてないから。あ、できてない、うん。リーススペシャルって書いてある。これはね、グリーブスといって、あのグリーブス、うん、イギリスのツーストのレーサーなんですけども、これはあのプロトタイプがあったんですけども、これは事故って全部全損しちゃって、え、今世界に残ってないんですよ。え、それを再現しようと思って、これまた全部部品を全部他だから、ちょっと待ってください、これ出来上がったら世界に1台、世界に1台、ちょっとかなり忠実に作りましたよ。
まあ、大概僕ね、バイクいろいろ出し読みましたけど、ブリーブスっていうのは、ブリーブスは僕大好きで、まあもう通称だからもう時代的にはもうそろそろ終わりなんですけども、フロントフォークの何ていうんですかこれ、リーディングリンクでね、うん、めちゃくちゃバックステップですね。まあ、うん、ロードレーサーなんでね。もう10年ぐらいかかりましたよ、部品集めて。もう一応揃ったんですか。もうこれでほぼですね。うわー、これ走行するときはぜひ読んでください。わかる。こんなシートもだから、その写真を見て測って、え、写真からそう形状起こして、そうすごい、ちょっと言っちゃいますけど変態ですね。まあ、あのイギリスの通称だから僕すごく好きで、というのはまあ相当僕がバイクをやりだした頃は通称って安かったんですよ。ああ、そう、やっぱり BSA とか、あのでかいバイクは高いけど本当に安かった。今すっごく高くなっちゃって、もう買えなくなっちゃった。手に入んないですよね、これね。うん、この後にエンジンとかありますけど、ね、ちょっとお送りさせてください。どうぞ、行ってください。わっ、これなんかノートみたいな。エンジンスク、ビギアス、大体あの、グリーブスもそうなんですけど、イギリスのツーストって、ここがメインのメーカーなんですよ、ビギアスってエンジンが。ビギアス。これで作ったレーサーですね。これ一番最初に作ったかな。アルミタンク渋いっす。これも全部だから、全部部品はここから集めて。すっごい。やばいっすね。あ、僕もっとありました。もっとありますけど。もっとありました。あのエンジン何ですか。あそこに2台同じエンジンがありますけど。あれはね、あの、ジレラという。ジレラ。あ、ジレラ。無造作に。そうそう、これは、ね。今やってるのはこれでアグスタ、アグスタのこれ125なんですけども、このフレームとエンジンがこっちに買って、タンクも全部それぞれ今組んでる途中。やばー、スポークピタピタですね。まあ、見慣れ垂れ流し状態ですよ。これはアリエルという。これはまた変わったフレームですね。これ何ですかこれ。このフレームはどういう。これだからいわゆる普通の生産、あのいわゆる街を走るオートバイのフレームをそのまま使ってるんですけども、まあ、タンクだとか、まあ、エンジンもちょっと手を加えてあるんですけども、基本的には。だからツーストが僕の場合はメインだったから、タンクはちゃんとあるんで、タンクじゃないですねこのフレームは。うん、違います。このタンクは別に作って、もうフレームはこれがフレームですね、メイン。すごいこれ走ってたらビビりますね、正直。ここはいわゆるそのビリアスとグリーブス、上の方は AJ ですね、エンジンですね。やばうわ、これはパリラという、パリラ、イタリアのパリラというバイクですね。60年代は無限にメーカーあったんですよね。そうですね、日本だって100社ぐらいあったんじゃなかったですか、日本もたくさんありましたけどね、はい、それが今や4社ですけどね。そうですね、アメリカなんかもうハーレーだけになって、最近インディアンとか復活しましたけど、これはパリラ、今ちょっとパリラフレームを、ね、修正に出してきて、あれなんですか。お、かっこいい、タンクかっこいい、タンクかっこいい。これハーレーのスポーツスターにつけたい。あ、本当？おしゃれでね、カラーリングがめっちゃおしゃれじゃないですか。こう独特のシープをしてます。すごいキャップが面白いですね。そうだね、
あとこれはねグリルスです。これ全部レーサーで、はいはい、そこの100なんあれが一番最初で、うん、RS、RB、RC、RD がなくてこれが RE、 あともう一つ350が RS ってのがあるんですけど、一応シリーズ的には僕 D がないんですけども、他はまあ直さないといけないんですけども、であそこら辺にタンクがあったりとか、ありますね、ブレーキがあったりとか。正直言ってオートバイの話しててこんなにわからないの人生初めてですグリーブスとかだからわかんないってこと？そうそうそう、いやグリーブスなんてほとんど知らないよ、うん、もうマイナー中のマイナーだから、普通は何？ハーレー、ハーレー、トライアンフ、ドカティ、インディアンとかか、まあまあ。あそこら辺でグリーブス大体ツーストでモトクロスで活躍したバイクなんですけど、あの2つはモトクロスだ。でその向こうの赤いタンクのやつがトライアル。その向こうは DMW、 BMW じゃなくてDMW、 DMW、 俺 DMW 乗ってんだって言ったら何言ってんだよ、ね、いやそうですね、言われちゃう。これいつ仕上がるんですか全部。いやだからそれでちょっとさ本当に悩みますよね。実はねずっと僕伊勢崎に僕の友達のメカニックがいて、はい、そこのそばにこういう倉庫を借りて前バイク入れてたんですけど、その方が亡くなっちゃったん でそこに行く頃はそこにある機械全部使ってたんですけども、うん、もう亡くなっちゃったから、いやあそこら辺もあれの時に、ね、これはドットというお得の大財産じゃないですか。まあどうなんでしょうね。でも息子とか全く興味ないから、自転車も本当に好きで、これがないイギリスのね、これはモールトン、これその横は BSA、 BSA の自転車。僕はねやっぱりライブハウスと併設したバイク屋さんやりたいんですよ。あ、いいねそれやりたいな俺もバンドが機材車できたら演奏してる間にオイル交換できるぐらいな感じでできればいいなみたいな、そういうの理想ですよ。理想ですよね。あとだからそれこそ2、30台は含めるよ。そんなにいいですか。あそこの上にあなんかシーリーだし、上の方にあるフレームあるでしょ、はいはい、一番手前シーリーっていう、まあ、有名なフレームです。あれはね、スズキの500、まあこれもツーストだけど、基本的に僕ツーストが好きなんですっていうか、まあ基本的に安かったらツーストになっちゃったんだけども、ツーストで、まあ簡単じゃないですかっていう、まああれそうですね、バルブのすり合わせとかね、そうこれはもう十何年使ってやっと付けたという、そういうだからね。これは荻山さん、これ続きがありますねこれ序章って感じですよね。これね、はい出来上がりましたみたいなのをちょっとお知らせいければすごく楽しいでしょうけど、逆になんかそう仲間集めましょうか。そう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 、好きな人いっぱいいますよねこれ。今日はですね、終わるのが名残惜しいんですけど、一応番組的に終わらなきゃいけないっていうことですね。浅井さんに対していろいろ音楽の歴史とオートバイの歴史と語っていただきますので、どうもありがとうございました。ありがとうございます。わざわざ感動しました。いえいえ、もう本当良かったです。なんか無常の幸せです。そういうわけでね、またこう浅田さんにはまた違う側面で、オートバイと音楽と語っていただく日にまた2回目3回目になっていただくと思うんですけど、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。